女郎秘書は山田風太郎の時代小説。週刊実話特報昭和34年4月15日総刊号から同年12月10日号に連載された。本作を原作とした V シネマ、テレビドラマ、漫画も制作されている。大岡越前守の娘が身分を偽って女郎に潜入し、6つの怪事件の真相を究明するとともに、 無関係に思われた事件の背後に潜んでいた陰謀を暴き出す。時は、八代将軍、徳川吉宗の知性。古伝馬町の女郎に、久保様殺害を企てた罪で、武州無しくお竜を名乗る新入りが入浪してくる。お竜は、女郎を仕切っていた、老な主である老女に掛け合い、老内のご作法を改めさせる。お竜は、 殺しの罪で死罪が申し渡されていた6人の助手、お玉、お道、お席、お藩、お仙、お用と接触して、彼女らの冤罪を晴らしていく。一見、無関係に見えた6つの殺人事件は、やがて天下を揺るがす天一望事件へと繋がっていく。1960年7月に、新宿第一劇場で新作歌舞伎として、公演されている。脚色、演出は、 岩谷新一。姫君取りも伸び替えとして1972年に TV ドラマ化され、日本テレビ系列で放映された。全13話。放送時間は毎週土曜22時30分23時。時代劇スペシャルの1話として、富士テレビ系列で1983年10月13日に放映された。1995年に美女奉行女郎秘書、美女奉行。 女老師匠2として V シネマが制作され、キングレコードより販売された。花かんざし取物帳のタイトルで、島崎ゆずるの作画によりウェーブコミック配信サイト見ちゃおに2006年から2009年に連載された。姫君取り物控えに関するカテゴリー。花かんざし取物帳に関するカテゴリー。ありがとうございます。